はい、ということで皆さん、今回はね、空魚のところに向かってみようかなと思うわけなんですけど、いいんだよね、向かうで。なんかさ、どこにあるよとか教えてくれる人は見つからなかったんだよな。おい、シード、僕行ってくるよ。あそこの水はヘドロじゃないから、滝を登っていけるのかなと思うんだよね。まあ、空から、遠くからでも飛んでいけるかもわかんないんだけど。まあ、でも何か分かったら教えてくれって言わ、あ、でも待って、先端がないんだけど。先端がない場合は途中から合流すればいけるか？登れる？ああ、いたいたいた。勝手に登ってくれるのはこのためなのかな？ね。あ！魚鱗舞う島。魚鱗舞う島だって。なんか周りに雫？鱗？なんだっけ？何か見えるって言われてたはず。そこに王様からもらった鱗を打ち抜けばいいみたいな。ヘドロ洗うか？そのためのこれだし、こういうとこにしか使えないし。わあ、綺麗。お。まあ、特にないか。綺麗になっただけ。どっか様子の違う。夜の方が見やすいとかあるかね？多分全部に打ち抜くはありえないじゃん。多分だけど、3個しかもらってないし、まあ、最悪なくなったら来ていいよって言ったけど、多分普通は足りるんだろうな。失敗したら来ていいよっていう。だから、なんか様子の違う。鱗。ありました！ここだ！絶対そうでしょう！こっから撃てばいいのかな？なんか微妙なところから撃つんだねって感じしない？なんかこういう、なんていうの？真ん中？撃ちます、こっから撃ちますよ、みたいなところじゃあないとこから撃つけど。この真ん中に、鱗を取り付ければいい？どこにあるか。あ、これか！あ、5個もらってたわ。行きますぞ、皆さん！はい！お、なんか見れたりはすんのかな？記憶とは違うもんね。雫ではあるけど。お、なんだこの演出は。え、綺麗になる？浄化される？いや、ここらが、空までの道か？もういろいろ、何か全部間違ってる可能性あるけど、私の可能性。これかこれかってめちゃくちゃ言ったけど。一個でいいのかな？逆サイドにあったりはしないか。でじゃあもうこの島にはもう来ない感じ？他になんかないような、あったんかな？東の貯水湖か。まあまた来られるからな、この滝行けば。一旦シドのところに寄ろうか。おーい、シドー。ん？シドー？あれ？シドー？あれ？シドー？あらら。あらあらあら。ヨナ様のお月の人たちが戦場してる。面と向かってまっすぐにお話しすることが今のお二人には必要なことなのでしょう。あらららら。ちゃんとさ、時間取れなかったって言ってたから二人で話してんだ今。このヘドロ騒動でバタバタとしっぱなしでしたから。それは重要だな。まあ、この二人でなんとか抑えられるのであればいいのかな。うん。この量の水をきれいにするのはさすがにヒレが折れますね。でもヨナ様たちがしっかりお話しできるようにここは頑張っちゃいますよ。だってこの二人が、ああそこで喋ってた気がつかんかった。ヨナさんのことを相当信用してる感じするしね。何の話してんのかな
そんなさ、二人で喋るって言ってんのにリンクが水を差していいものかって気分もするけど、シド王子とヨナ様がお話ししているところを久々に見たぞら。やっぱりやはりお似合いぞらね。あ、こっちサイドも結構受け入れる感じなんだね。まあいい人そうだしな、普通に。まあ、僕もいいと思いますよ。もう第三の姉として許可を出しましょう。まあちょっとこの一連の騒動を終わらせてからじゃないとわからんところもあるかもしれんけど、ユナさんどうしてここに。シド君に相談があってきたの。私ずっと考えていたんだけど。あ、邪魔ですね。本編まで聞けるかなと思ったけど早々に気づかれた。リンク、リンクさん。おお、リンクどうしたんだ、何か分かったのか。まあ分かったこともあるから、まあしょうがないか、話しかけたのは。ちょっとヨナさんより先に話し出すんじゃないわよリンク。わざわざ時間割いてヨナさんここまで来てんだからさ。古代の石碑の謎が解けて光の柱が現れた。石碑にあったことが正しければその場所を調べれば空への道が現れるのか。おさすがだなリンク、これは大発見だぞ。あ、そうか、だからあの光を調べたら水が現れたりすんのかな、もしかしたら。ねえシド君、私その光の柱の調査にはシド君も一緒に行くべきだと思う。おう、今までずっと考えていたの、あなたがもっと自由に動けたらって。あーね、だずっとここでね立っててね、どこにも行けないし何もできないもんな。あ、ちょすいません。シド君とリンクさんが力を合わせればきっとこの危機も乗り越えられるはずよ。それはそうかもしれないが、やっぱね、ブレワイの時も二人で神獣行って、まあ神獣自体はリンクがやったわけだけど、あの石像を見てるヨナさんからすればな、せっかくリンクが来たならシドも行ってほしいって思うよな。どうしたの、一体何を迷っているの。いや、うでっ、なんすか、なんすか、なんすか、中ボスか、クラゲのお化けか、なんだお前は。なんかライクライク、あ、ライクライク、ペドロライク、ライクライクに似てるなと思った。ヘドロをまとった魔物。そうか、じゃあ2人で倒してやっぱりじゃあ俺は行くよってなんのかな。リンク行くよ、ここは2人力合わせてやってみようぜ。まさかあれが父上を襲った。あらららら、そういうことか、食われたか、あんなでかい王様食ったんかこいつは。うん、シド君、水は少しの間なら私たちの力でもなんとかなるわ。頼んだぞ。うわ、かっこいい、惚れちゃう。リンク、一緒に戦ってくれ。まあでも僕はリンクだから。僕はリンク、ミファーちゃん一筋でやっていこう。やつはヘドロで身を守っている。あ、水をそぎ落とそうとすればいいのか。厄介そうな相手だか、木を見て声をかけてくれ。え、俺の力で君に水をまとわせ攻撃から守ることができるし、武器を振るえばまとった水を放つことができるはずだ。曲かっこよ。シドの水を操る力、シドからオーラが出ているときは敵の攻撃を一度だけ防ぐ水をまとうことができる。え、そういうことかい。水を操る力って守る系の力だったんだ。まとった水は武器を振るうことで放つこともできる。なんかさ、プレワイの時にユンボーがさ同じような守る力を持ってたわけじゃん。けど今回なんか、なんで守る力やめたんって。別にあれはあれであっていいでしょって思ったんだけど、こっちに移ったわけで守る力は。なるほど。で、放てばドローをやることができる。はい、近づかないとやられる一方だぞ、気をつけろ。ほい、で、はい、あ、当たってね。あ、だだだだ、うまくいかないな。放っては武器を振る、守りながら武器を振るわなきゃいけないのか。防御力アップ、倒れちゃおう。はい、はい、はい、あ、遅かったか。ドローマ、
まとったらすぐ放たなきゃいけないわけか。やつのヘドロをどうにかして剥がすぞ。 OK だ。はい、どうだ。よし、色キモ。色そんなだった。胴体は切れないか。はあ、じゃあ早すぎ早すぎ。でもこれでいいよ。色が毒々しい。お、シドがなんかやれるか。シド頑張れ。走ってるだけだぞ、それは。シド、それは走ってるだけだぞ。移動した。くそ、移動しやがったあいつ。シド行くぞ。おし、でちょっとあれを出してからじゃないダメなんだな。胴体は切れなかった。あ、おおおお、くそ。はい、かけるぞ。はい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 。おお、いいね、ユンボーボ。あらただだ、ちょっとそれ気持ち悪いんですけど。ライクライクに知能を持たせないでほしいんですけど、基本的に。いいぞ。オッケー。もうなんかちょっと一旦隠れて場所を変えようっていうのやめてほしいんですけど。あ、だだだ、ちょっとブブブブ、縦構えて。はい、シド行くよ。武器はこれ使っちゃえ。強いぞ、一瞬だ。なんか足生えてるもんね。やったな、リンク。思い知ったか、ヘドロの魔物め。皆も無事か。おお、こっちは大丈夫よ。よかった。ユナさんにもしものことがあったら俺は。うわー、やだー。また魔物が現れないとも限らない。やはりヨナさんは里へ戻った方がいい。うーん、ありがとうシド君。でもさっきのリンクさんのお話、まあでもね、元から第二の姉まで慕ってるから、まあそりゃそういう感じもあるよな。貯水湖に現れたっていう光の柱、それを調べればもしかしたら空から降ってくるヘドロの原因やゼルダ姫様の行方がわかるかもしれないのよね。やっぱりこうなったらここは私たちに任せて、シド君も調査へ行った方がいいと思うの。ああ、確かに俺も一緒に行きたいところだが、ユナさんたちをこんな危険なところに置いては。ん？さっきも任せてくれたじゃない。少しくらいなら私たちだけで大丈夫よ。まあ気持ちはわかるよな、なんか自分がねやろうっていう。でもまあ上に立つ者誰かに何かを任せるっていうのを学んだ方がいいよシド。誰目線か分かんないけど。やっぱね。しかし、シド君、私のことを心配してくれるのはすごく嬉しいわ。でもあなたはゾーラ族の王子、いずれは里の人々を導く立場、失うことを恐れてはダメ。過去の自分を克服して何も恐れず前に進まなきゃ。ああそうか、ミファちゃんを失ってしまったみたいなところがまだ引っかかってんのかな。だが俺は、うん、あ、もう、うん、らしくない。あ、ここは私に任せなさい。シド君はいつものように前だけを見て思うように進めばいいの。いつもの俺らしく、うんうん、大丈夫、私はいなくなったりしないから。そうか、俺は大切なものを失うことを恐れていたんだな。分かったぞヨナ、俺はヨナを信じる。ここは頼んだぞ。行こうリンク、光の柱へ。
キラーン出ました。まあね、何かを任せるっていうのは信じてないとできないことでもあるから、まあそういうことだ、よかったね、お話できて二人で。まあでも信じてくれ、逆にリンクを。絶対にシドを死なせたりヨナサを死なせたりしないぞ、先に言ってるぞ。元気になったな、だいぶやっと吹っ切れていつものシド君に戻ってくれたようね。彼は自分が大切なお姉さんを守れなかったってずっと悔いていたの。いやでもめちゃくちゃちっちゃかったしな、シドはな。そして今度は私のことを思ってくれて動けないでいた。でもシド君は私を信じてくれた。やっぱり彼はこうでなくっちゃね。リンクさん、シド君のことよろしくお願いしますね。任せろ。さっきから半分宝箱なんなんだろうなっていう気持ちはあったし、ちょっとこれ大したもんじゃなかったら腹立つな。結構演出入ってたのに。うーわ、王様から奪った剣なのかなハイラルオーム、これ使ってたような気がするけど、ゾーラ族の王家でもやっぱ王家の両手剣なのかな、使ってるのありがとうございます。リンク様のおかげでシド王子が調査に乗り出せたうぞら。まだ気を緩めることはできませんが、ゾーラの未来は明るいと僕は信じているぞら。大丈夫さ、さすがに。え、まさかそこを裏切ってくることはしないよな、任天堂さんいや任天堂さんはあんまり死なせるタイプじゃな、のゲームじゃないと思ってるんだけどたとえ流れていく水をきれいに保つのはやはり三人がかりでも大変な作業ですね。シド王子の力強かったんだね。片手でやってる。あ、ちゃんと膝ついてね、品がありますね、やっぱヨナさん。久々に見たな、大きな声で盲信するシド君の姿。やっぱりシド君はあーで泣くっちゃ。ウィンクさん、シド君のことよろしくお願いしますね。まあちっちゃい頃が知ってるわけだからな、ヨナさんは。ヨナ様とシド王子、今までのぎこちなさも取れて、なんだかとってもいい雰囲気でしたね。やっぱり本音で話すのが一番です。やっぱ急にさ、ヨナさんはいつから知ってたんだろうね、いいなずけって。急にさ、そっちの目で見てなかった人をいいなずけってなって、そりゃぎこちなさも出るよな。けどやっぱそんなのしどくっちゃないっつって、頑張るぞって言ってよかったよかった。ミファちゃん、僕も行ってくるよ、心配していいよ。あー、ここで治療してた人たちも一旦ちょっと元気になってきたから行ってみようかなって感じになったのかな。シド王子が旅立たれると聞きましたわ。確かお空のどこかとか。こんな時こそシド王子親衛隊は残されたヨナ様を助けなくてはいけませんのに。えらいな、シド王子親衛隊だけどヨナ様もちゃんと声敵みたいには捉えてないんだな。トーンさんはまだ療養中で、ルチャチュちゃんは子供同士のお話に夢中。私隊長ですのにいや親衛隊の鏡だな。しかしまだ気持ち悪がってたわ普通に。ってことでね、いろいろ支度を済ませてきまして、とは言ってもそんなやってないんだけど、服をね2段階アップしてきた強さを。で18でしょ。頭と足もさ、きっとどっかにあると思うんだけど、まだその話は全然ね出てこないよな。揃えていきたいんだけどな、話は進みたいんだけど。ミファーちゃん、頭と足知らない？あれ、あ、見てる人がいる。せっかくだからこっちから飛んでこようと思ったんだけど。あ、光が出たってやつか、ノール。なんだあれは。東の貯水湖から東の柱の光が、東と光混ざっちゃってるよ。これも天変地異の影響なのだろうか。そりゃ僕が出したんだよ。まああとハートを魚鳥村行ってアップしてきましたと。でだ、シド王子はどこにいるんだ？パッと見いないのは
読み込んでないだけなのか。え、もうひ、え、光んとこ行っちゃってる？あ、王様に会っといた方が良かったかな、先に。ちょ、待って、どこにシド王子がいるかだけ見たいよ。え、光行っちゃっていい感じか？いないっぽいな。あ、いた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 、いたわ。あそこにいる。ちょっと先にさ、王様に話しかけようかな。王様、上から失礼します。多分王様の仇みたいなやつをやりましたよ。食べられましたか？あいつに。お、危ないね、ユンボー。ちょっとそんな、危ない危ない。王様狙おうとしてないんで、私は。んー、どうしたリンク。うお、それはゾーラの鎧ではないか。あれ、この話してなかったか。そなたによく似合っておるぞよ。それで鎧を見せに来たわけではあるまい。何か進展はあったぞよ。こうでこうなんですわ。何、空へ。おお、ついにヒレを広げ飛ぶのだな。ヒレを広げ飛ぶのかな。何が待ち受けているのかはわからぬが、わしは一辺の不安もない。シドとリンク、二人で越えられぬ荒波などありえぬぞよ。ヨナも里でよく働いてくれておると聞いた。ワコードたちに後のことは任せよう。ジャープフォーフォー、ジャープフォーフォー。むずり言ってくるよ、シドとは。またすまぬリンク、お主の言うことまだそれ言ってんのか。さあ、ああ、喋った。なんとヘドロの魔物が現れ、それをシド王子と共に退治したとな。はい、リンクよ。ヘドロの魔物はゾーラ族にとって大きな脅威。それを退けてくれたこと、心から感謝するぞら。わしはお主を信じることにする。もうお主を疑う余地はないぞら。でもさ、自ら消しかけて信用を得るために倒すっていう手もありますけどね、悪い人としたら。まあ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 、でもシドと一緒にねやったしね。うん、ゼルダ姫とはまたリンクは別の人だから。同じ人間とは言ってもゼルダ姫の件は未だに謎が多いぞらが、ドレファン様に魔物を消しかけたのはゼルダ姫とよく似た別人だったのやもしれぬな。まあそこは分かんないんだよな、まだ。ちなみにさ、ムズリとヨナ様はさ、似ているんだけれども、それはなんか関係あったりするの？色もさ、緑で、エイはまあエイはエイでいるかもわからんけど、あんまりさ、この特徴的な見た目をしてる人って同じ種族じゃなかったりするじゃん。ドレファンはクジラだし、シドはサメだったっけとかさ、でミファちゃんイルカだかな、なんかそういう感じでちょっとずつ違ったりするんだけど、緑でエイでどういうこと？あっておじいちゃんとかなんかな。まあいいや。なんかどれもやだな。え、まあまあ色味は合ってないけど、いや、なんかスカートがズボンになった。包帯巻いてるだけじゃんそれ、足に。まあなんかやだけど、王族感出していくか。出せてっか分かんないけど。おい、シドーだよー。よいしょ、オッケー。おあれが空へ行くための手がかりかな。触れればいい。ん？あ、そうか、忘れてたよ。何だったんだ今のは。いや、今はそれどころじゃないぞ。あの光一体どこから。賢者様の声がね、するんだったわ。忘れてた、この流れ。俺に考えがある。はっ。
ここに入り口のようなものが見える。え、道は俺が作る。飛び込め、リンク。こっけえー、行くの。もう私まだそんなになんか道作ってちょっと一旦なんか落ち着こっかなって思ってたぐらいだったのに、もう行くじゃんこれ支援で。え、まだそんな私心の準備なかったんですけど、行くかよ。行くの。指導がずっと渦作ってるのなきゃいけないわけだもん。もし私がここをさ離れて一旦じゃあのこっちのトトコの人に、トトコの人にも話しかけた方が良かったかなとか思ったんだけどさ、ここ離れるとしたら指導にずっとこのでかい渦作りっぱなしなんでしょ。それかわいそうだよね。意味わかったよ。何、貯水湖に東の東らし柱が現れたと。お、調べに行きたいところだが、今やあの汚れ水に潜れるのは強い水の力を持つ指導王子だけぞろ。あやー、そうか、やっぱあの茶色い水で大丈夫なのかなと思ったけど、指導王子は力が強いからいいんだ。そこは指導王子にお任せすることになりそうですね。私たちは私たちにできることを精一杯やりましょう。指導王子ごめんね。巨大渦作らせたままでごめんね。変なとこ行ってきて。中に入り口があるっていうのはさ、どういうことなんだろう。空に続く道なんだけど、水の中に何かがあんの。一回よし。いやでも、最悪。曲も相まって盛り上がり方がかっこよかったな、さっきのムービー。しろー、余裕の笑み浮かべてたしね。やっぱすごいんだな、シドは。よし、じゃあ行ってくるよ、僕。なんか目がぐるぐるする。あっ、リンクは飲まれてポコ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 ってなんないんかな。息できねえってなっちゃいそうなんだけど、私だったら。おっ、え、一旦下に死んでん。なんだいここは。え、でも空への道が、空は空で絶対あるはずだから、これは何なんだ。シド一緒に行かないか。シドも別に中に来られるでしょ。なにこれ、宝箱があるけど。ゾーラの剣。あ、なんか詰まってる。水出して上に登ったらいいよって感じかな。名前出てないもんね、これ何ですって。だから神殿とはまた違うんではあろうけど。はい、水が出たよ。でも何かの装置というか人工的に作られてますね。当たり前だけど。オッケー、スイッチかなんかあんの。また鱗を打つとこあったりする。ちゃんとした階段が。でもなんか左右が気になる。なんかないのかなーって。でも道ができてて綺麗。何？祠みたいな、祠の最後みたいなところあるけど発見。古代ゾーラの祭典。